離岸の時にやっぱりカタマランの特徴ってよく分かりますか？風の影響はとにかくいけない。いけない。はい。はい、だから横流れが少ないっていうのは特徴ですね。このぐらいの波ってもう三河湾は進むぐらい？ちょっと高いですかね。ちょっと高いですかね。はい。もうマリナ自体はまあ出航許可は下りると思いますけれども、ただオーナーさんには気をつけていってくださいよっていうのは必ず言うぐらいの風ですね。カタマランの場合腹打ちが少し気になる。そうですね。まあ、ただいや今もう当初のね初めの頃はね多少そういうことはあったんですけど、今の線形はそこまで気にはならないですよ。はい。ほとんど気にならないですね。気にならないです。はい。でね、まあ一度ちょっとカタマランの、まあ、一番最大の特徴っていいますか、はいはい、こう、まあ、波に対して真横に向けますけれども、うん、この静止安定性っていうんですかね、これがもうやはり全然普通の V 型と違うところなんですけど、今真横から受けて、まあ当然船は浮かんでますから、はい、横揺れはするんですけど、こう今ピタッとこう止まってますよね。はい。でまたこう揺れるんですけれども、はい、こう V 型の春のようにもう常時こう振り子のようにこう振られている感覚がない。今揺れてこう少し揺れてますけれども、はいはい、これでピッとこう、はい、ね、止まりますよね。こういったところがやはり一番違うところですね。あ、止まりましたね。はいはい、でこれどういうことなんですか？これはですね、そうか、カタマランですから、はい、船底が要するにこう2つついてるわけですよね。こうね、だからもっと簡単に言うと人間が両端でこう踏ん張ってるっていう感じなんですから、当然こう人間もこう波で揺れますけれども、要するに踏ん張りが効いてるっていうか、エッジが効くっていうか、両方のこの剪定で効かしてるわけですね。モノハルの場合はもうずっと揺れてる。モノハルの場合はもう常にこういうふうに揺れてる。へえ、はいはい、これ確かに本当不思議な感じ。ピタッと止まりますね。はい、これがもう一番、はい、違うところですね。例えば何人かでね釣りするような時に、はい、まあ、今結構ジギングやるじゃないですか。うん、でそういった時に片舷にこう寄るんですね、みんなね、こうね、はい、3、4人、まあ、こういうふうに片舷に寄っても、はい、結局船がこう傾かないですんで、で自分にこうやりやすい、はい、いうそんな感じで、なおかつこう横揺れが少ないから、はい、とにかくまあそういうのは一番のメリットですね。はいはい。あとトイレとかもね。トイレあるんですかこれ、はい、オプション一応オプションでね、今ちょっと、ね、はい、荷物もいっぱい、はい、入れてますけれども、運転席の右前のところにトイレが必要で、全体的に幅を持たせてますんで、スペース的にはそんなにまで変わらないんです、はい、なるほど、はい、結構前方まであれですもんね、まっすぐ行きますもんね。モノハルだとこうやってグーッと、はい、そうですね、絞っていっちゃいますけれども、うん、はい、こういうふうな台形みたいな形になりますね。なんか走行性能っていう意味ではカタマランの特色ってあるんですか？走行性能はですね、旋回とか、旋回について言えば、昔のタイプのカタマランでしたら、はい、少しこの傾斜、横傾斜ですね、ハンドル切った時の横傾斜が少なくて、こう遠心力で体を取られるような、はいはいはい、まあ、そんな感じがあったんですけれども、今のもう線形っていうのはカタマランでも、はい、多少切った方向に線形しますので、はいはいはい、そんなに違和感っていうのはないですね。傾きながら曲がる、傾きながら曲がります、はいはい、ただ V 春みたいにグルーっていう形ではないですけれども、旋回するときに、まあ、現実そういうようなハンドルの切り方をするかといったらそこまでしませんので、あとは走行中の、ね、直進性っていうのはやはりモノハルよりもいいですね。ですが、まあ、この旋形についてはこうカタマランなんですけれども、はい、もう一つセンターに黄色がありまして、センター、うん、
ちょうど真ん中のところ、はいはい、言えば鳥バランみたいな感じになってる、はい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 、でその真ん中のキールも要するに使ってるものですから、結局それが、まあ、舵の役割ではないんですけども、はい、まっすぐ走るような構造になってますので直進性もいいです、はい、むしろモノハルよりはいいと思います、はい、当然波横波受けながら走るにしてもこう要するにさっき言う2つの剪定がありますので、はい、エッジが効きますから、はい、こう走ってる最中も走行性といいますかね、横揺れが少なくなるということで、はい、モノハル乗ってる人が乗るとかなりおすごいなっていう感じますね、はい、すぐに分かっちゃう、すぐに分かります、はい、乗ってる方だったらすぐに分かります、はい、このキャビンの広さっていうのはそうですね、ぱっと見魅力的に、ね、魅力的ですよ、本当に広いですもんね、はいはい、窮屈じゃなくこれしっかり人が座れますもんね、はいはい、まあ、22フィート程では多分ね一番容積は大きいんじゃないかなと思いますけど、ね、かなり広いですね、はい、じゃあ進みますね、はい、お願いします。少し気を使えばもう三河湾ならもう全域、三河湾はもう、はい、湾内はもう大丈夫、大丈夫です、はい、全然大丈夫ですね、はい、これやっぱりキャビンがあるとも全然違いますけど、ね、そうですね、やっぱり家族で楽しみ、はい、そうですね、場合にはもう、はい、一番いいと思います、うん、まあ、まあ大きさ的に言ってもね、ね、入門艇っていうか、うん、経済的じゃない、はい、そういう形で家族皆さんでね、はい、楽しむような船に仕上がっていると思いますよ。これもともと今年教習艇として、はい、NSC22K ですか。そうです、 22K というのをね教習艇で作ったんですけれども、やっぱり操船しやすいとかそういう、はい、そういうやはり評価ありますね、はい、そうなんですよ、はい、操船しやすい、横流れ しにくい、特にまあ教習艇というとまだ皆さんハンドル握ったことのないような人たちが運転するわけですから、まあそこで少しでも使いやすい、そうですね、はい、鈴木マリーの三河水戸さんでも導入が決まってるって聞きました、ね、はい、はい、そうです、はい、でもその後評価してるってことですね、そうです、